大学8年の秋、俺は3食の歯磨きを買えばこの最悪の状況から逃れられるような気がしていた。竹村文江さんだね。え？いや、おお、あい、ごめんよ。どうだ、塩味か納豆味か。人に借りたものをな、返さないとこうなるんだよ。見ず知らずのおっさんの靴下を口に入れられることになるんだよ。お前80万ぐらいの金なんともなんないか。え、体売るか。お前みたいなタイプはホモのおっさんが好きだぞ。1回2万で40回どうだ。お前両親は？いません、僕は捨てられたんです。いい加減なことを言うな。本当です。竹村の家の両親は本当の親じゃありません。お前それでも親は親だろ。どうなってんだ、親元に電話しても出ないぞ。父を逮捕されました。お前マジでいいか。いやいや、本当、本当に本当です。まあいいや。なんか靴下が湿っぽくなっちゃったよ。あ、ちょっと、いてバカだなお前。まあいいや。今月いっぱい、つまり3日間だけ待ってやる。それまでに金用意しておくのね。お願いします。逃げるなよ、無駄だから。俺には借金84万円あった。ジャギ、俺の名を言ってみろ。おい、あいつだ。絶対の人のおかげだって。そうか、マジでそういう噂なんだよ。街で岸辺一徳に会うといいことある。なんだそれ。本当だって。来たー、岸辺一徳。岸辺一徳、岸辺一徳の力だよこれ。これも？そうね、これ俺の力だよ。あー、今日これで美味しいもん食べに行けるよ。何食うの？何食べたい？焼肉。愛に準ずる星、純正を持つ男、シン。貴様の執念、そんなものか。やっぱ焼肉やだ。なんで？やっぱりさ。やっぱりさって何よ。考えてよ。考えてって言われて考えてよ。なんで？アフガニスタンでは学校に行けない子供たちが大勢いて。それでなんで俺が募金するわけ？あ、もういいです。ねえ、それって一日いくらくらい貯まるの？にょ。いや、募金って一日いくらくらいになるのかなと思って。靴の紐。え？ほどけてますよ。あれ？ありがとうございました。アフガニスタンの子供たちのために献金お願いします。アフガニスタンの子供たちのために、アフガニスタンの子供たちのために献金をお願いします。
とうございます。ありがとうございます。神代植物公園からのお知らせでした。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。繰り返します。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。それ私のカバンなんですけど。え？あ、100万ぐらい入ってたか。いや、だるまがいっぱいと、なんだこりゃ。折れた天狗の花です。ああ、天狗の花か。どう、似合う？は？俺こういうの似合わないんだよな。お前さ、人のものを猫ばばしちゃいけないよな。つけてたんですか？ああ、人をつけるのは面白いよ。いいよな、食虫植物って。なんかドキドキしない？期限明日ですよね。お前、ウツボカズラとモウセンゴケのどっち好き？マグロ漁船に乗るとお金になるんですか？いや、知らない。あのさ、借金返す方法が見つかったよ。え？お前が乗ればホモの親父に体を売らなくても済むかもわかんないな。簡単だぞ。でもそれって犯罪の匂いがするが、犯罪じゃない。100万ある。これをお前にやる。え？その代わり俺に付き合え。付き合うって何？東京散歩。え？東京の街を散歩する。俺が行きたいところへ行き、お前はそれに付き合う。それだけだ。バカにしてるでしょ。いや、一応目的地は霞ヶ崎。期限はない。俺が満足いくまで歩く。3日か、あるいは1ヶ月か。でも東京を歩くだけで100万だ。何見てんだよ。なあ、悪くない話だろう。散歩するだけで100万。なんだかとてつもなく嫌な感じがしていた。約束の時間を過ぎても男は現れなかった。やはり俺はからかわれたのか。八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。繰り返します。八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。昔はもっといい公園だったんだけどな。俺が来てホッとしてるだろう。いや別に、あんまり遊びに来ないのかと思いましたよ。いろいろやることがあってな。どうだこの靴。はっきり言ってダサいです。旅行の前日に床屋に行くなか、あるいは旅先でサングラスを買うな。まあいいや。
こういうところの焼き鳥って死ぬほどうまそうな。まあ、お前にはやんないぞ。さっき俺が後悔した時にいらないしたのにな。いりませんよ。でもな、食ってみると思ったほどうまくないんだ。やっぱお前にも一本やる。いや、いいですよ。俺だけ食ってると俺が気が利かない人間に見えるからな。うわ、ちょっと。うん。うん。じゃあぼちぼち行こうか。ああ、そうだ。俺は福原愛一郎って言うんだ。歩いて霞ヶ関まで行くのか教えてください。いや、まだだ。話す場所はもう決めてある。今100万円持ってますか？ほら、100万。本当だ。1万落ちそうですよ。いいんだよ。俺なんか気になるんですよ、そういうのは。細かいな、お前。いいか、俺の話を聞くか聞かないかはお前の判断に任せるが、聞いた以上は最後まで付き合ってもらうぞ。なぜ霞ヶ関まで歩いていく必要があるのか。でも今の俺はついていくしかない。遊ぶ金欲しさの犯行ってあるだろう。え、ほらニュースとかで言ってるだろう、遊ぶ金欲しさの犯行。あれ子供の頃意味全然分かんなかったけどさ、今はよく分かるよな。大人になると分かるよな。亡き王女のためのババーンラベルだ。下手なピアノで聴いてもいい曲はいいな。はい。ええ、あ、なるほど、そうですか。あの、ご用件は分かりましたけど、私昨日廃業いたしました。はい。あ、その話はあの型がついてるはずなんですがね。
では今ちょうど旅の途中なんで、これで切らしていただきます。失礼。廃業って借金取りやめたってことですか？もっと大事なものをやめたんだよ。お前学校で何の勉強してんだ？法律。将来何になりたいんだ？いや別に。子供の頃将来何になりたいかって聞かれただろう。ええ。なんて答えたんだ？内閣総理大臣。熱っ！うわ。ちょっとなんだお前。ありえないよな。バーカ、ありえたじゃねえか。そうですけど、なんかずっともう最悪ですよ。分かってねえな。お前は両親に捨てられて借金取るに追われてずっと最悪だったんだろ。こういうことから人生いい方に転がったりするんだよ。どうですかね。何事もきっかけなんだぞ。そりゃそうですけど。福原さん、訳を話してくれるんでしょ。俺は人を殺してきた。え？人を殺したと言ったんだ。なった。本当の話が聞きたいと言っただろう。誰を殺したんです？女房だ。人間ってあんなに簡単に死ぬんだな。どう思う？どこで殺したんです？自宅のマンションだ。カッときてぶん殴ったら死んでしまった。だったら殺人じゃなくて傷害致死ですよ。うん？どっちだって同じだろう。問題は俺が女房を殺してしまったということだ。もう分かっただろう。俺が霞ヶ関に行くわけが。いや。勘の悪いやつだな。正確に言うと目的は桜田門の警視庁。自首するんだよ。自首するなら最寄りの警察に行けばいいじゃないですか。どうせなら一番立派な警察にしたいじゃないか。だけど。お前は俺の秘密を知ったということだ。なぜ歩いていくんですか？俺たち夫婦は二人で東京の街を目的もなくブラブラと歩くのが好きだった。だから老後はそうやって余生を送ろうと話してたんだ。だけどもうできなくなった。思い出の地を歩こうというわけですか？それもある。なぜ僕を誘ったんですか？一人じゃ寂しいからかもわかんないな。じゃあ僕じゃなくて。ん？あれ？え？あの人なんだっけ？あの人。ああの人か。なんで指さすんですか？思い出せよ。いやいや名前は知らないですよ。見たことあるけど。テレビでこんなことやってるんですよ。ああ、こんなことに。あ、分かった。キジベってことだ。あ、あの人が。なんで知り合いだよ。いや、あの人街で見かけるといいことがあるって。本当か？いや、わかんないですけど。ちょっとつけてみるか。福原さん、ほんと早く自首した方がいいですよ。誰かに見つかって事件になってからじゃ情状酌量されませんよ。どういうことだ？死体が発見される前に出頭しないと自首にならないんですよ。警察が事件を知る前じゃないと裁判で減刑にならないんです。おー、法学部だけのことあるじゃないか。いや、もうだから早く。いいんだよ、死体が見つかったら見つかったらだ。
俺は刑が軽くなるから自首するんじゃない。福原さんどうしたんですかね。え、彼女は今日も来てないからさ。あ、そうね、どうしたんだろう。病気かな。どうかな、電話してみようか。いや参ったよ。どうかしました。今さ、売り場の女の子につむじが臭いって言われちゃって。何それ。いや本当なんだって。ちょっといいです。小池さん、小池さん、いいですよ。2番ページまでお願いします。いや本当だ臭い。本当に、あ、臭、何この匂い。整髪料とかじゃなくて。いや全然違う、これ何かの匂いですよ。ちょっと仙台さん嗅いでみてよ。頼むよ、何の匂いか分からないで不安じゃない。分かったわよ。あ、本当だ臭い。あれ、これ何の匂いだっけ。なんかだ、なんかでしょ。なんだっけ、なんだっけ。あ、これなんかだ。あ、わかった。はいはい、仙台幸子さん、これは崖の匂いです。それ崖だ、崖。なるほどな、なるほど、崖だ。ねえ、崖ってどんな匂い。だから苔っぽいっていうか、湿った土の匂いっていうか。まさに崖の匂いですよ、これは。なるほどな。でしょ。本当に、ちょっと俺も嗅いでみたいな。それは無理でしょう。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ホースがあればいいんだ。なんで。ホースがあればこうやって自分で匂いが嗅げるもの。ホースだ、ホース。ちょっとセナさん、ホース探すの手伝ってよ。なんだもんな。あれ、トモミさん、なんか話すことなかったっけ。いや知らない。早く早く。あ、福原さんか。お前のうちじゃ散歩のことは何て言ってたんだ。え、散歩は散歩ですけど。つまんないうち。実の父親じゃありませんから。実の父親じゃなくたって面白いやつはいるだろう。そりゃそうですけど、俺のうちじゃ散歩のことをタチって言ってたんだ。タチ。ああ、ほら、俺の親父は無類の散歩好きでさ、小学校3年の時の作文に、俺の親父は休みになると散歩に出かけないと気が済まないタチでって書いてたよ。だよって。ああ、タチってのはな、性分と書いてで、たちな。ああ。したらお袋に受けちゃってさ、小学生がたちって書いたら面白かったんだろ。お前分かってんのか。分かってます。でさ、それからうちじゃ散歩のことをたちって言うようになったんだよ。ちょっとたちに出かけてくるとかさ。へえ。お前のうちにはないの、そういう自分ちでしか通用しないような言葉。ありませんね。なんでないんだよ。言ったでしょ、何捨てられたんだって。
あの八幡様は何か思い出の場所なんですか？女房と初めてキスをした場所だ。なんだお前。あ、いや、だったら笑うな。お前は初めてキスしたのはいつだ？小学校の時。小学校？近所の女の子に好きだって言われて。自慢？え？今の自慢？いやいや、そういうわけじゃん。まあ真似事ですから。本格的なキスは高校生になってからです。どこでしたんだよ？カラオケボックス。え、ちょっと何やってんすか？なんかムカつくんだよそういうの。まあそうですよね。だろう、うん、ああやっぱりこの辺はあんまり変わってないな。前はよく来てたんですか？女房と喧嘩した時には大行地を食いに来たんだ。なんすかそれ。いらっしゃい。大行地二つ。わかりました。奥さんとよく来てたんですか？まあな、女房と喧嘩した後にさ、食べに来てたんだ。え？喧嘩するだろ。で、2、3日口聞かなかったりするじゃないか。謝るのもなんか照れくさいしさ、きっかけがないだろう。うん、どちらかが大行地を食べに行こうって言ったら喧嘩は終わり。なるほど。お前何ニヤニヤしてんだよ。いや、だって。お客さんだから。早くしろよ。お待たせしました。おーおーおー、これ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 。変わりませんね。まあ。ママ、早くしろボケ。ごゆっくり。家庭内暴力かな。ちょっと大きな声出さないでくれよ。来るんだよ。奥さんはこの。これはよ、用があるから呼んでんだよ。来るんじゃねえよ。行くんだよ。ごゆっくり。大行地ってレモンの味なんですね。そうなんだよ。出所する頃にはもうないかもな、大行地。お前も母親に対してああだったか？いや、本当の母親は俺が3歳の時に消えちゃったんですよ。ダミーの母親に当たってもね、他人に対しては意味なく怒れないですよ。おかしな話だよ。そうですかね。今度はお前の思い出の場所行こうか。いや、思い出なんかないから。表裏、どっちだ？表。よし。裏、外れ、お前の負け。どっかないのか、思い出の場所は。阿佐ヶ谷に住んでたことがあります。あんじゃねえか。お前の住んでた家、行こうか。いや、もうないと思いますよ。いや、もうボロッチアパートでしたから。まあいいじゃねえか。こっち、じゃあ。あ？こっち。はい。あの OL っていうのはなんで財布をこう上に向けて持ってんのかな。大抵こう上に向けてるよな。なあ、あん中で誰が一番可愛い？え？答えないと100万やらねえぞ。うん。あの右から2番目かな。あ、俺と同じだ。ハッピーお返しなし、ストップ。表
表通りから一本入ると随分静かだよな。ねえ、東京の街は風景が変化に富んでるから散歩向きなんだよ。立ち好きのお父さんが言ってたんですか。まあな、ガキの頃親父と散歩ばっかしてたから、じじいになったら女房と散歩して暮らそうと思ってたんだけどな、あいつは一人で東京の冒険に出かけてたってわけさ。それが悔しくてな。奥さん一人で何を？何って、別人になって自分を探してたんだ。バカな女で。福原さん聞いていいですか。なんだ。原因は奥さんの浮気ですか。まあな、あいつは俺がいない時渋谷や新宿で若い男を漁ってたらしい。そんな、まったくだよ。やっぱりもうありませんね。ここだったのか。ええ、でもなくなった方が先生しますよ。あのさ、焚き火に当たってるおじさんってなんでジンジンいじってんだよ。そういやそうですね。ここ何になるんですかね。コインパーキングじゃねえか。今東京の思い出の場所の半分はコインパーキングになってるからな。俺もコインパーキングの会社に就職しようかな。お前本当に思い出嫌いだよな。嫌いですね。俺大学に入学した時に自分の持ってる写真全部燃やしましたからね。卒業アルバムもか。卒業アルバムもです。せっかく来たんだからこの辺に会いたいやつとかいないの。別に。ああ、その小学校の時お前のこと好きだったやつ住んでないの。キスの真似事した相手。さあ、もうだいぶ前ですからね。バッキラーこいつらおやじらおりゃやめろって言ってるだろ。あいつの親父のおかげで俺の家庭はめちゃくちゃだ。何があったの。こっちの親父俺の女房に手出してんだよ。いやだけどさあ悪いことしたな。大丈夫かあんた。いや、まあ畳で殴られると思ったより痛いよな。ああ、畳で殴られると思ったより痛いよ。ああ、あった、これだ。娘のナオミに会ったら妙な格好で帰ってくなってそう言ってとけ。何のコスプレじゃ。あ、杉吉春池袋百店会の井森とつべ。ああそうかそうか、なるほど。なんだか年のいった仮面だな。年は66だがコスプレに年齢制限はない。ちょっと汗かいたんでロッカーへタオルを取りに行くんじゃ。じゃ似てねえよそんなこと。
呼びました？直美さん。そうですけど。あのさ、こいつに見覚えない？え？あれ？もしかして文也くん？覚えてる、あの文也くんでしょ？ラコステのポロシャツの文也くんでしょ？小学校5年の時、お誕生会が流行っていた。みんなでプレゼントを持ち寄ってお誕生日を祝うのだ。普段俺はお誕生会などに呼ばれることがなかったが、ナオミは初めて声をかけてくれた。正直俺は嬉しくてたまらなかった。ナオミちゃん、おめでとう。その頃なぜかワニのラコステのポロシャツが流行っていて、俺は何としてもナオミに白いラコステのポロシャツをプレゼントしたかった。しかし当時ラコステのポロシャツは妙に高くて、子供のお小遣いで買えるようなものではなかったのだ。気を案じた俺は靴下についていたラコステのワニをハサミで切り取り、安物のポロシャツの胸に貼ることにした。ナオミちゃんプレゼント、ありがとう。とても喜んでくれたナオミがポロシャツを広げた途端、ワニがポロリと落下した。その時、俺は本気でワニに食われたいと思っていた。妙な話だな。妙な話ですよ。お前も昔はいいやつだったのにな。そんなことありませんよ。あ、だったらお前ワニのコスプレしてくればよかったな。勘弁してくださいよ。受けたよな。受けませんよ。大体ワニだとコスプレって言わないんじゃないですか。そうかな。そうですよ。なんかもっとこう相手をムラムラさせないといけないんじゃないですか。俺は分かんないけど。でも基本的には変身願望だろ。俺の女房もそうだったけど。え、俺の女房は俺以外の男を知らずに結婚したからな。それでスーパーのパートをやりながらの平凡な毎日、ちょっと変身したくなったらしい。奥さんもコスプレ？違うよ。ただ今までの自分とは違う自分に変身してただけだ。それで夜の街に？ああ。お前人妻と寝たことないか？なんでそんなこと聞くんですか？お前の親父がそうだったんだからさ、お前もそうなんじゃないかと思ってさ。少し前、俺はあるバーにいた。女はタカ子とだけ名乗った。そして人妻であることも明かした。ご主人は何のお仕事をなさってるんですか？金融関係よ。奥さんの浮気の相手は分かってるんですか？いや、何人かいたらしいからな。そいつらのこと探したりしないんですか？一人を除いたらどうでもいい。その一人って？一人だけ女房とホテルまで行ったのに寝なかったやつがいる。でも女房はそいつのことだけが忘れられないって言ってた。寝なかったのに？ああ、そいつだけは忘れられないって言ってた。刑務所入る前にそいつは半殺しにしたいけどな。俺はあることを思い出していた。
ごめん、このまましなくてもいいかな。はあ。こういう時って別の私になれるんだけど。あ、大丈夫ですよ。私あなたみたいなタイプが本当に好きみたい。うちの旦那の若い頃に感じが似てる。ごめんね。これで欲しいもんでも買ってちょうだい。あ、いやいや、いいですよ。もし高子が福原の妻だったとしたら、福原がそのことを知っていて俺を道連れにしていたとしたら、最悪かもしれない。あの、その男ってどんなタイプだったんですか？なんでそんなに聞くんだ？え？なんでだ？いや、別に。おう、仮面、どうした？あの、ちょっとさ。捕まえて！そいつ、ロッカー主なの！え、そういうことかい。うん。ほら、おい、仮面、おい！おー！あ？おほほほ、おほほほ。結局直美は警察に行くことになり、再会は終わり。しかし俺は最悪の偶然と向き合う必要があった。ってこう見るとでかいですね。そういうもんだよな。なんだい？奥さんの写真ってありますか？なんだい、いきなり。見たいんです。福原さんの奥さんの話を聞いてるうちに見たくなったんです。なんて？綺麗な人じゃないですか。僕タイプですよ。なんだお前。なんだか解放された俺は今まで出したことのない声を出していた。バカかお前。どうかしたんすか？ものすごい鬱陶しいやつ。田中さん。え、
あ、田中さんだ。やっぱり後ろ姿で分かりましたよ。ああ、どうもこれや。カブラギさん。福原は確かに田中と呼ばれていた。ねえ、田中ってどういうこと？あんた福原さんじゃないの？福原だよ。え、もしかして奥さんの件も嘘？だからさ、前に頼まれ仕事でさ、結婚式で偽親戚をやったことがあるんだよ。偽親戚？そういうのがあるんだよ。お前みたいな天涯孤独のやつが結婚するときに、向こうの親戚の手前、偽の身内を使ったりするんだよ。マジっすか？俺は新婦に雇われたんだけど、あいつは新郎の姉さんでさ、絵描きらしいんだけど、俺その時デザイナーってことになってたからさ、付きまとわれちまったのね。絵を見てくれって、うるさいうるさい。長い割にしょうもない話ですよね。お前も絵見に行くか、一緒に。いや、ここで待ってますよ。冷たいやつだな。みたいな、逃げるなよ。今さら逃げませんよ。お待たせ。電話するな。ねえ、ラムネにラムネ入れたらどうなるのかな。何ですかそれ。だからさ。もう国松さん、余計なことしない。ああ、見て見て、すごいな。どうしてそういうことするんですか。自分でもよくわからないよ。国松さん、それ福原さんのですよ。え、そうなの？どうする？私に言わないで。そういや、福原さん今日も来てませんね。やめちゃったのかな。やめるなら国松さんに言うでしょう。まあそっか。もっと自分に自信を持ちなさいよ。本当だよね。あ、知ってた？福原さん、渋谷や新宿で若い男の子と遊んでたらしいのよ。嘘。ほら食いついた。友部さん食いつくと思ったのよ。大好きなんですよ、そういう話。レジの由美ちゃんに聞いたのよ。由美ちゃんってあのジョン・マルコビッチに似てる？似てないわよ。あ、トレーナーの話だって言っといて。あ、もしもし、福原さんの留守電だ。もしもし、福原さんいるんですか？いるなら出てください。もしもし、福原さん死んでるんですか？死んでるってことはないだろう。あんまり寝てると腐りますよ。それはひどいな。腐らせないよ。Hello, buddy. Please, the ball.
画家は自分の感情を何に置き換えるのか、そこが大切だって田中さんに言われて随分悩んだのよ。ねえ、どうかな。別のやつも見ます。約束の場所に福原はいなかった。
携帯も繋がらなかった。こんなに必死になったのは何年ぶりだろうか。小学校の時、親父がいなくなったあの日以来かもしれない。バカ、お前が聞いたんじゃねえか。電話してくれればいいじゃないですか。電池入れるさ。充電してくださいよ。ああ、それじゃつまんねえだろ。え、お前が困った時にどこ行くか推理したんだよ。それでな、出た結論が新宿のママ。おい、ふざけないでくださいよ。もう、なんだお前は。え、まだ怒ってんのかお前。ええ、よくそんなに長く怒ってられるよな。いや、何年かぶりに怒ったんで収め方が分かんないっていうか。女房とさ、時々日曜日の最終バスに乗ってさ。なぜです？寂しくなりたかったから。わかんないよな。絶妙に寂しいんだよ、日曜日の最終バス。寂しいとお互い愛おしく思ったりするだろう。俺たちは好きっていう気持ちだけが頼りで一緒に暮らしてたからさ、好きっていう気持ちはすり減るだろう。だからさ、お前みたいなのでもさ、息子がいればそんなことなかったんだろうけど。なんで奥さん急にバス降りたんですか？さあ、ちょっとした出来事なんじゃないの。そうなんすか。お前最近いつ泣いた？そうだな、もう 7,8 年は泣いてませんね。なぜそんなこと聞くんですか？いや、なんか泣いてなさそうだからさ。昔からそうでしたからね。ジェットコースターとか乗ったら。なんで？ジェットコースターに乗るとエンドルフィンって物質が脳下垂体から血管の中に出てくるんだってさ。そのエンドルフィンって物質のせいで人間は興奮するんだってさ。そういや、俺ジェットコースター乗ったことないんですよ。なんで？いや、親父が乗せてくれるはずだったんですけど。その前に親父が消えちゃったから。ええ、まあ。よし、今からジェットコースター乗り行こうか。いや、やってないでしょ、夜中だし。なんで？うるさいから。あ、そうか。
親父と一緒にジェットコースターに乗っていたら今の感じと少し違っていたのだろうか。ねえ、今の店美味しかった？並ぶほどじゃなかったかな。そうなのよ。この間ね、旅行で島根の方に行ったんだよ。ええ、まあひなびた漁港の町なんだけど寒かったんでラーメン食べたくなったのね、うん、で町の人に聞いたら一軒あるっていうのよ、まああんまり期待しないで行ってみてびっくり、行列ができてんだよ。ああそういうのってあるんだよ、田舎のひなびたラーメン屋が隠れた名店なんだよ。そんなに美味しかったんすか？違うんだよ、その店ばあちゃん一人でやってんだけど、まあ作るのが遅い遅い、一杯作るのに何分かかってんだよ。ババアが遅くて行列のできる店だったのよ。なんかすごい並んでるね。そんなに並ぶほどじゃないですよって言いたいですよね。やめなさいよ。まあそうですよね。でどうする、本当に福原さんとこ行ってみる？行きましょうよ、心配だもの。どうする、殺されちゃってたら。え、福原さん殺されちゃったの？冗談だよ、んなわけないじゃない。よくないわよそういうの。本当だったらどうするんですか？本当だったら文句言われないもの、死んでるから。あ、なるほど。感心してないで。お見舞いは何がいいかな？七味やの？なんだ七味。なんかパッとするから。七味ってなんかパッとしません？な、とんかつ茶漬けうまいだろう。うん、とんかつの茶漬けなんて思うけどさ、食うとな。お母さんこういうジャンクなもん好きですよね。いいか、人工着色料とか甘味料とか言ってるけど、はっきり言ってそういうもんが食品に入るようになってからの方が平均寿命は伸びてんだぜ。そこら辺のとこどう考えんだよ。いや、どうって。あ、まあいいか、ずっと考えてんだけどさ、シャバで食う最後の飯は何がいいかな。本気で自首するんですか？当たり前じゃねえか。何を食うか当ててみな。寿司？外れ。寿司なんか出所した時に食うもんだろう。それじゃあラーメン？ラーメンはダメ、シャバに未練が残りすぎる。じゃあカレー。正解。無所に入る前にはやっぱりカレーだよな。そんなもんすかね。こんなもんだ、カレーカレー。あのさ、え、お前どう思う？何が？こういう街の時計屋ってさ、どうやって暮らしてんだよ、心配になんない？え、時計売ってんでしょ？バカ、こういう街の時計屋で時計買う人間が月に何人いるんだよ。いやでもいろいろあるんじゃないですか。いろいろって？いやなんかいろいろ。適当なこと言うなよ。心配だな、どうやって暮らしてんのかな。あ、すいません、こちらのご主人。ちょっと福原さんいいですよ。大丈夫だって。あのですね、ご主人、どうやって暮らしてるんですか？は？いや、あの前から気になってるんですよ、こういう町の時計屋さんってどうやって暮らしてるんだろうって。時計だってあんまり売れないでしょ。なんだとこの野郎。え、人がどうやって暮らしてようが勝手じゃねえか。あ、すいませんすいません。すいませんじゃねえぞ、舐めてんのかこら。お前が陰気臭い商売してるからだよ。ほら、上等じゃねえか。ちょっと捕まったら自首になんないから。うん、あ、そうか、ちょっと、いやーちょっと待てくれやらー。うーわ、
なんだあいつ。余計なこと言うからっすよ。あっちゅー！うわっ、出た。やろう。いやいやいや、ちょいこうやって暮らそうとこっちの勝手なんだよ。いいか、今8時23分ちょうどなんだよ。覚えとけ。なんか余計なことした。本当ですよ。すっげえ痛え。バチが当たったのかな。人なんか殺すから。笑えよ。笑えるわけないじゃないですか。おいでいでいで、マジ痛え。病院行きますか。いいよ。でも湿布とかしないと明日腫れますよ。だよな。あ、分かった、女房のとこ行こう。嫌ですよ。なんで。だって死んでんでしょ。あ、違うんだ、イミテーションの方。その女は以前話に出た偽親戚をやった時に福原の妻を演じた女だという。いらっしゃい。ちょっと大丈夫。うわ、悪いな突然。いいのよマリリン、ちょっとお願いね。うん、大丈夫でしょ。はいよ。眠れたみたいね。ええ、朝ごはん食べなさい。おう、何ですかその格好。似合う？全然。そんなのしかないのね、男物は。うまいな、この漬物。そう？なんか疲れすぎたな。いや、こんぐらいがちょうどいいよ。フミヤも座って食べなさい。はい。なんだ、呼び捨てか。だってフミヤさんっていうのもなんとなくねって思ったのね。いただきます。はい、おかわりしなさいね。え、東京タワーって壊されんの。え、本当ですか。なんで。冗談だよ。なんでそんな冗談言うのよ。いや、福原さんってなんかおかしいんですよ。ああ、わかるわかる。きっと肛門の筋が一本少ないのよ。え？え？何？なんかおかしい？いや、だってさ。言わない？肛門の筋が一本少ないって。福原さん見ないわね。どうしたのかしら。まだ痛いんですか。痛いよ。まあじゃあゆっくり寝ててくださいよ。まあな、遅いな。ねえ、ちょっと何やってんの。ちょっと待ってよ。女は準備に時間かかるよな。しょうがないんじゃないですか。ごめんね、もう一分ね。もう一分って、さっきもそう言ってたぞ。今度は本当に一分。これなんすかね。ミスター G じゃねえか。あ、ミスター G か。お待たせお待たせお待たせ。なんかな、なんかなんだよな。ああ、そうだ、もう一つだけ。何やってんだよ、またまくるな。あくびで。ねえ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 、深谷さん、針金ハンガーを頭にはめると首が自然に回るって知ってました。
なんだそれ。いや、クリーニング屋の針金ハンガーをこうやって頭にはめると自然に首が回るんだって。さっきテレビでやってましたよ。うん。遅いよ。いや、炊飯器の予約をしてなかったから。出かけるって言ってから何分経ってるんだよ。だってしょうがないじゃない。俺嫌いなんだよ、女が出かけにグズグズしてんの。待ってるんだぞ。え？だってあなたは行かないんでしょ。ああ、行かないよ。だったらなんで怒ってんのよ。あら、まあそうだけどさ。ねえ。似てます？俺福原さんに。うん、顔とかっていうより雰囲気が似てる。そうか。最初会った時息子さんかと思っちゃったわよ。そんな。いや、あの人前に子供がいたことがあったって言ってたから。福原さんに？そう、男の子だったんだけど生まれてすぐに死んじゃったんだって。そうなんだ。まあ、あの人のことだからそんなの嘘だと思うけど。まあそうですよね。ねえ、何考えてんだろうね、小人カバ。さあ、もし次に生まれ変わってきた時も小人カバは嫌だな。そうですよね。動物園っていろんな動物いますよね。当たり前でしょ、動物園なんだから。いや、思ってた以上に動物いるから。あれ、動物園来るの初めて？ええ。子供の時連れてきてもらえなかったの？いや、俺小さい頃に両親に捨てられたから。動物園にも行ったことなかったし、ジェットコースターにも乗ったことなかったんですよ。本当だ。あれ、なんでだ。こんにちは、おばさんいます？あれ、はい。はい。あー、マキコさんのご主人ですよね。え、ああ、はい。はじめまして、ふふみです。ああ、はい、はい、やっぱりそうだ。お邪魔しまーす。あ、いや、さあ、あ。これおじさんでしょ？そう。
ねえ、イスタンブールってどんなところ？え？あれ？イスタンブールに行ってたんですよね。400ちょっと出るけどいいかな。大丈夫よ。はい。出た、福原さん。もしもし。え？ああ、ふふみ。ああ、ごめんごめん。うん。お姉さんの娘なんだけど、お姉さんがオーストラリアに行っちゃったのね。うん。で、あなたは私の夫で、で、船長ってことになってんのよ。え？だからそうしといてよ。ふみやは息子ってことにしてさ。うん、まあ、とりあえず今から帰るから。はい。カラコンのベッドの子だけメダカですよ。川の中ですよ。いまいちなんですよ。なんと歌なんすかね。さあ、いつも歌ってんのよ。てるよな。それよりいい加減にしろよ。お前、なんで俺が船長なんだよ。俺イギリス留学なんかしてませんよ。英語なんて喋れないし。うん、まさかこんな鉢合わせするとは思わなかったのね。とにかくあのフミヤがお父さんとお母さんって呼びなさい。頼んだわよ。絶対バレますよ。こうして俺は偽の家族を演じることになってしまった。ふみや、卵いる？いや、まだ大丈夫です。あ、おばさんマヨネーズ冷蔵庫の中にあるわよ。はい。今大丈夫ですって言ったよな。え、そうでしたっけ？不自然よ。はい、すいません。のこらっけマヨネーズですよ。メダカでって聞いたよ。いるんだよ、お前みたいにな。何でもマヨネーズかけて食うやつ。美味しいんですよ。あ、フミヤもやる？あ、俺はいい。私はやってみよっかな。意外といけるわよ。でしょ。うん、おいしいおいしい。フミヤもやってみなさいよ。やだよ、フミヤはちょっと臆病なところがあるからな。何でもやってみたらいいじゃない。そうだよ。あ、ちょっと食べてみ食べてみ。本当に？まずいよ、何これ。うわ、ねえ、そんなに大げさね。あー、もう。あ、おじさんもやってみれば。いや、おじさんはいいんだ。おじさん、フミヤのこと言えないじゃないんだ。ねえ、大人になるとそういうものはいらないんだ。どうだよ。実際のところそんなにまずくはなかった。ただなんとなく大げさにしてみたかった。お前、アリって知ってる？知らないよ、父さん。お前さ、言っとくけどな、お前のそのお父さんっていうのは超不自然だからな。いや、俺お父さんか呼んだことなかったから。あ、そっか。まあ、まあ、気にすんなよ。いや、もう何でもいいですよ。でさ、さっきふふみに教わったんだけどさ、アリ、どう？バカ親父。ああ、今のリアル。
そうだ、親父って言えよ。今なんかすごく親父っていう気がした。あ、そう、明日から親父って言えば。あ、じゃあそうする。親父、親父、親父、リアルに親父。親父。笑いながら俺は福原に自首をやめるように言おうかと考えていた。親父。うるさいよ、今何時だと思ってんだよ。いや、こっちですね。こっちなんだって。やっぱりこっちでいいんじゃない？そうですよね。うん、もう友美さん当てにならないからってね。あ、何でしたっけ？さっきの話。この間西荻の商店街に行ったのね。へえ、珍しい。いつもスーパーばっかりだからね。ふと歩いてると美味しそうな魚屋さん見ると、店先に新鮮なアサリ。私はね、アサリが大好きなのね。で、買おうと思っておじさんに話しかけると、そのおじさんの話が長い長い。そこの駐車場はもともとなんだ、あそこの空き地はオークションが立つだの、なんだけんだって。いや、でもそれが下町のコミュニケーションなんじゃないの？まあね、人情あるトークとプライドのある商品。夕暮れの町の小さな魚屋さん、いいかもねと思って家へ帰ってアサリのお味噌汁を作っていただきます。ジョリ、なんだこれ、砂抜いて出んのかよ。ジョリ、喋ってる暇あったら砂抜いとけよ。砂抜いてなきゃダメですよ。まったくだよ。そこ突き当たって左ね。ただいま。帰り。ねえ、牛乳に塩ほんのちょこっと入れるとコーヒー牛乳になるよね。え、知らない。ほら、いや、ほんとだって。ちょっと飲んでみ。え、なにこれ、まずいよ。でしょ。なんかほんの少し甘くならない？ならないよ。舌がおかしいんじゃないの？あ、ふみや、そこの人参取ってくんね。あれ、何やってるんですか？カレー、今から煮込んだら美味しくなるから。え、カレー？そう、おじさんがどうしてもカレーが食べたいんだって。ねえ、うん、あとどれぐらい？そうね、あと2時間ぐらいかな。ね、カレーなの？そう、なんかそろそろカレーが食いたいなって。あれ、ふみはカレー嫌い？え、あ、まあ。え、私カレー嫌いなんて初めて見た。そっか。どうかした？あ、いや、あれ、チャツネがないや。いるのか、そんなもん。あれ入れないと美味しくなんないのよ。ふみは買ってきてくんない？うん。幸せは来てることに気づかないほどじんわりやってくる。でも不幸はとてつもなくはっきりやってくる。俺はこのままチャツネを持ってどこかに行ってしまおうかと考えていた。ここだ、ここだ。阿波屋マンション、間違いない。阿波屋マンションってすごいよな。危うくマンションになるところだったってこと？阿波屋マンション。え、これマンションじゃないの？もはやマンションだぞ。かなりマンションだったらよかったんですかね。何号室？417。良いなですね。どうでもいいね。友部さん、あれだね、どうでもいいことしか言わないね。あらやだ、岸辺行っとくよ。何それ。ほら、あそこに座ってる。
ああ、知ってる知ってる、見たことある。俳優のなんだっけ。だから岸辺一徳よ。あら、やだ、なんで岸辺一徳がいるのかしら。撮影ですかね。決まってんじゃない。うわ、なんでこんなところで撮影なのかしら。何のロケかな。映画、恋愛ものかな。違うわよ、岸辺一徳は恋愛ものなんか出ないわよ。本当に。じゃあ何だろう。呪いものじゃないですか。何呪いものって。誰かが誰かを呪うんですよ。ああ、そういうやつか。あ、見た、岸辺一徳かよ。サインとかもらう。いいのよ、岸辺一徳がサインなんかもらわなくても。焼きがあるから。すみません。こんなちっちゃい。何、俺たち。え、実は今映画の撮影やってるんですけど、エキストラが足りないんですよ。お時間あればちょっとお願いできないですかね。おーい、もう行くぞ。行くよ行くよ。あ、ねえ、カレー煮込んだまま出かけたらまずいかな。当たり前じゃないか。火事になったらどうすんの。ごく弱火でも。いいから早く止めてこいよ。ちくわよちくわ。ジェットコースターって変じゃない。まあね、一緒に乗ったことがないからって。子供の頃にやっとけって話ですよ。そうだよね。あっ、やあ、うまいな、このカレー。うん、でしょ。本当は翌日の方が美味しいんだけどね。そうそう。俺さ、カレー1ヶ月煮込んだことあるんだよ。え、何それ。ああ、なんかめちゃくちゃうまくなりそうじゃない、1ヶ月煮込むと。美味しそう、美味しそう。で、どうなったの。いや、それがさ、1ヶ月目で食ったら味しないのね。なんで。香辛料も肉の旨味も飛んでやがんの。そんなもんか。やっぱカレーは翌日が一番なのね。ああ、明日はカレースパゲティにしようよ。なんだそれ。スパゲティの上にカレーをかけるのよ。激うまねえ。あれ、どうしたの。いや、辛くて。え、そんなに辛いの。うん、辛い。確かにちょっと辛いけどな。まあそうだけど、泣くほどのこと。うん、卵入れたら。うん、いいよ。日曜日の夕飯を食べると最低の時間がやってくる。サザエさんの音楽が終わって月曜日までの最低の時間でも、ダメな胸騒ぎもなんだか出てくる涙もどうすることもできなかった。どうします？知らないや。
まだ何も言ってないじゃない。あ、そっか。ごめんごめん。何？福原さんのお見舞い。いいんじゃない？また今度で。大丈夫大丈夫。来週来なかったら行こうよ。いい加減だな。この散歩が福原との最後の散歩になることは分かっていた。考えてみると目的地が決まっていたら散歩って言わないんじゃないか。そのことを福原に言おうと思ったが、きっかけがないままぼんやり歩いていた。お前さ、しばらく真希子のとこにいたらどうだ。いや、いいですよ。俺、自分が一緒にいたいと思った人が必ず消えちゃうタチですから。なんだお前、お前さ、そういうのはタチって言わないんだよ。え、なんで？言わないの。見て。うん。あ、いいじゃんいいじゃん。混ざったね。じゃあ、はい。胡椒少々。胡椒少々。どう？おいしい。うん。なあ。刑務所の中ってやっぱ県外なのかな。いや、どうかな。刑務所の中にいる人に電話すると、ただいま電波の届かない場所におられるためかかりませんってなるのかな。なんかすごくない。いや、まあそうだけど。さてと、何やってんだ。昔読んだ漫画でね、こうやってずっと後ろ向きに歩いていくとだんだん若返っていったの。なんで。後ろ向きに歩くと時間が巻き戻るんだって。バカだなお前。福原さんもどう。俺はいいや。あ、怖いんだ。怖いわけないだろ。どら、ちょおお、ごめんなさい。いや、いいんですよ。ほんとごめんなさい。そうやって後ろ向きに歩いてると何かいいことあるんですか。若返るんです。おかしな話ですね。私は若返りたくはないんですよ。あ、そうだ、これな。あのさ、なんかいいことあったか。何の話。お前、岸辺一徳に街で会うといいことあるって言ってたじゃねえか。俺はあったかな。あ、ねえ、やっぱ逃げるっていうの。
ゴムの匂いなんじゃない、ちょっとフォースが長いんじゃないですか。ああ、ちょっとあんたのつむじの匂い嗅がせてよ。どうですか。ちょっと嗅いでみて。え、あ、やっぱゴムだ。え、